李特製は、中華人民共和国の軍人、政治家。中国人民解放軍総政治部主任、軍区司令員、中国共産党副主席を務める。最終階級は上昇。1916年河南省光山に生まれる。1930年、皇軍に参加。1932年、中国共産党に入党し、通信省隊長、副隊長。 隊長師団長、野戦軍にて連戦し、1955年には、少々に任じられる。1957年、南京高等軍事学院に入学。1968年9月、南京軍区副司令院に任命され、暗記省委員会第一初期を兼ねる。1969年4月28日、中国共産党。 第9期中央委員会第1回会議において、党中央政治局候補委員に選出される。1970年、総政治部主任に任命され、73年まで務める。1971年より、北京軍区司令委員を兼任。1973年に、新洋軍区司令委員に転任した。1973年8月30日、 第10期第1回会議において、中央政治局委員、中央政治局常務委員会委員、中央委員会副主席に選任される。しかし、1975年1月に副主席辞任を毛沢東に申請する。同月の第10期党中央委員会、第2回会議において、党中央副主席及び中央政治局常務委員会委員の辞任が了承された。 1977年8月19日、第11期党中央委員会第1回会議において、党中央政治局委員にのみ再選出される。1982年9月12日、第12期党中央委員会第1回会議において、党中央政治局委員に再選出される。しかし1983年の第12期二中前会において4人組人脈の、 徹底的排除が決定すると、1985年5月の中央軍事委員会拡大会議において解任された。1985年、次期党大会における党中央委員への不再任を要請し、9月16日の12期4、中前会において承認された。同年11月30日、北京に人民解放軍国防大学が設立されると、校長に、 朝信が認じられ、李は政治委員に認じられた。1988年、中条を経ずに上昇に特進した。1987年11月2日、第13期党中央委員会第1回会議において、党中央顧問委員会常務委員会委員に選出される。1990年、離職休養。2011年5月8日、北京において病死。 去年96、同年5月14日、八宝山革命公募において、仮想に付された。著書に、李特製解憶録がある。中国共産党、第9届中央委員会第一次、全体会議広報中国共産党、第10届中央委員会第一次、全体会議広報中国共産党、第10次全国代表大会館付中国共産党、 第11届中央委員会第1次、全体会議新聞広報第12届、中央委員会第1次全体会議広報、林良、中国人民解放軍の再編マイナス1978年から84年、ソシャロジカ19巻1号、創価大学、1994年6月、12ページ。石油道一部分道同士夫妻担任中央さん 会員会成員的請求、浜勝彦、木崎緑、一段落した若返り人事から1985年の中国アジア同行年報1986アジア経済研究所1986年。第十三届中央委員会第一次全体会議広報、李特政同士遺体在教科科、中国人大網2011年5月15日。ありがとうございます。